それでは続いて、はい、の札いきたいと思います。忍ぶ家の国双子塚ということでございます。当時群馬と栃木の両県はケヌの国といって一つであったが、後に上下に分かれた、そんな風な説明が書いてあります。これ忍ぶって何ですか？忍ぶ家の国ってなんか昔を懐かしんでみたいな言葉ですか？そうだと思います。そうですよね、そうだと思います、はい。じゃあまあ家の国っていうのが、まあ、この農作物、稲作ですよね、がいっぱい取れてた、そんな時代があったぞっていうことが双子塚で、これが前方後円墳のことで、前方後円墳は横から見た時に、まあ、双子山に見えるみたいなことで双子塚っていうこと、そんな札っていうことですね。昔群馬県は豊かだったぞ、すごいぞっていうことが全体で表されてるっていうことですけど、一個言えるのはこれあれですよね、双子塚前方後円墳もちょっと調べたところ、やっぱり普通の円墳とか、普通の宝墳とかよりは権力だったり位の高い人が、祀られてるっていうことが多くて、円墳の方に、お墓、死者が祀られてて、で宝墳の方が祭壇になってるみたいな作りらしいですよね。だからなおさら権力の高い人が、でその権力の高い人の墓があるということは、稲作が当時できてたっていうことはもうすごかったんだぞ群馬県みたいな札っていうことで、何気に結構大事な札ですよね。そうですね。それやっぱり後ろのは前方後円墳になってるんですかね。うん、ああそうだね、多分ね。そうですよね。初めて今見たわ。そうです。これそうこっちにも、こっちの方がちょっと分かりやすいかなと思うんですけど。うん。そうですね。うん。馬のすみません、埴輪にこれだけ装飾がある埴輪、なん装飾されてる埴輪があるってことは、この時代にこれだけの装飾を持てるっていうのは相当位の高い人の墓だったってことを示す埴輪だ。うん、もともとその群馬って、まあ、名前、県の名前に馬が入ってるっていうことも、はいはい、ことからも分かると思うんですけども、そもそもその古代の群馬は、まあ、馬を育てたり、まあ、使ったりする、まあ、馬の数が結構多かったって言われてて、はい、その何て言うんですかね、馬をこう放牧とか育てる場所っていうのが、まあ、県内各地で確認されてて、うん、まあ、遺跡の中に馬の足跡がいっぱいあるっていう場所もあったりするんですよね。でその古代にの時代にその馬ってものすごく貴重で、まあ、交通の手段でもあったし、それからその、まあ、農作の時の、まあ、人の代わりに何ですかね、馬力っていうんですかね、を使ったりっていうところもあって、まあ、馬がいっぱいいる地域っていうのは、まあ、軍事力っていうところもあったかもしれないですけども、まあ、非常にその位が高いというか発展していた地域、今で言えば何ていうのか分かんないですけど、その車がたくさんこう交通量が多い地域って言えるんじゃないか、まあ、本当に発展したことの証なんじゃないかなと思いますね。で実際馬の古墳の、あ、すみません、馬の埴輪の出土率も全国有数に多いんですよね。じゃあなおさらやっぱりパソコンがいっぱいあったみたいなことでしょ、もうそれは。もうそうだと思います。IT 先進地みたいな感じだね。だからすごいな。どっかで、うん、でなんかこの縄文カルタで歴史を深掘っていくと、やっぱりちょいちょい出てくるじゃないですか。この絹産業だってやっぱり群馬、うん、そうですね、あれあったし、ね、徳川の天領の流れがあったとはいえ、うん、重要な拠点だったっていうところもあり、うん、なんか本当に日本っていう国のためにいいように使われてるなっていう雰囲気はすっごいありますよね。この昔を支えた群馬県へのなんていうの、みんなの敬意ってもうちょいないもんですかね、これね。最近聞いた話で一説によると聖徳太子も群馬県にいたんじゃねえかっていうふうな説が、だから昔の人たちのことを思った時にやっぱり古墳とか埴輪って本当に 何万年とかですかね、そう何千年とかの前の時代の人たちとつながれる、自分のその土地に本当に昔から人が住んでたってことを感じられるものってなかなかないので、まあ、そのなんか証みたいな、人が生きていく上での証みたいなものを感じられるっていう意味では、まあ、郷土学習ってのもそうだと思うんですけども、なんか本当にすごくいい教材だなって古墳は思いますね。いやすごいわ、なるほどね、大好きです。確かにその今こう話聞いた後だと行ってみてそこに置いてある埴輪ちょっと一体一体見てみたいなってちょっと思いました、ね、けどまず群馬県民はやっぱり自分たちのこれから発展を願う上では昔の人たちが残してくれたそれから学んでから自分たちの新たな道をっていうのはもう本当に1里も2里もあるかもしれないですね、それはね、うん、そうですね、うん、いい名が続くセントラー